森徹は、北海道函館市出身の元プロ野球選手、監督、解説者。息子は、アニメ監督の森氏、娘にジャズシンガーの森薫。実家は、旧満州で手広く事業を行っており、森は、次男として生まれた。森が10歳の頃に、兄が戦死し、妹も病死した。それから後を追うように父も亡くなり、終戦後は、母と共に、 北海道函館市に引き上げ、12歳の時に東京の知人宅に移った。総大学院では渡辺理一郎門下の柔道選手としても知られ、現在に至るまで唯一の同校出身プロ野球選手である。3年時の1953年に夏の甲子園と予選2回戦で東京教育大不幸に敗退し、高校卒業後は1954年に、 早稲田大学へ進学。この際も柔道部から熱心な勧誘があったという。東京六大学野球リーグでは3年時の1956年までに3度の優勝を経験したほか、2年時の1955年、春季リーグからの3期連続を含む4度のベストナインに選出される。1955年秋季リーグの総計戦では第1戦で、 藤田元次から先制の二点的自打、第三戦では同じく藤田から1から1の同点で、迎えた延長11回表に、決勝二点本塁打を放って、完全優勝に貢献し、試合終了後にはチームメイトから胴上げされた。同年には、東京六大学選抜で構成された第二回アジア、野球選手権大会日本代表に選出され、日本の優勝に貢献。 1956年には、エース、木村多を要して全日本大学選手権に出場するが、準決勝で、寛大の村山実に抑えられて敗退。4年時の1957年には、木村の卒業も影響し、長島茂雄、杉浦正、元屋敷金吾ら、立教三馬ガラスを要する立大に圧倒されて、春秋期連続優勝を許す。 周期リーグ流行率1回戦では杉浦にノーヒットノーランを喫した。リーグ通算71試合に出場し、270、打数63安打、5本塁打、37打点、打率、233。大学同期では桜井香織がプロ入りしている。東京六大学を代表するホームランバッターとして何度も神宮を沸かせ、 その功績を引っ下げて1958年に中日ドラゴンズへ入団。1年目は新人ながら4月5日に行われた開幕戦の広島戦で4番を任され、試合ではエースの長谷川良平から初安打となる本塁打を放った。その後も9月17日の大阪戦から同21日の太陽戦まで4試合連続本塁打を記録し、 いずれもリーグ2位の23本塁打、73打点を記録するなど新人として申し分のない活躍を見せたが、新人王は29本塁打、92打点で2冠を制した巨人の長島に奪われる。2年目の1959年はシーズンを通して4番打者として起用され、10月22日に行われた最終戦の大阪戦で、 通算100勝がかかっていたエースの小山正明からに本塁打を放ち、対応の新人の桑田武と並ぶ31本塁打で本塁打王に輝く。また87打点を記録し、桑田に3打点差をつけ、打点王も獲得して、見事2冠を達成。3年目の1960年も21本塁打、72打点と、 藤本勝美に次ぐ成績を残し、リーグを代表する、ホームランバッターとして押しも押されもせぬ存在となる。江藤新一、高木森道の台頭までは、中日のスター選手として君臨したが、1961年に、農人渡るが監督に就任すると状況が一変。就任当初に自宅を訪ねてきた農人から首相に指名されると、 森はしぶしぶ引き受けたが同僚から監督が森をおとなしくさせるためにキャプテンにすると言っていたと告げられて激怒し農人と共演したテレビ番組で適当にやるよとコメントして関係が悪化。同年オフには南海とのトレードが格索がされたが1962年に交換相手なしの金銭トレードという形で太陽ホエールズへ放出。 移籍後3年間は、桑田と並ぶ、中心打者として、実績を残し、チームもリーグ2位を2度記録するが、1965年には、故障で、出場機会が減少して、打率も2割を切る1966年、かつて自分を放出した農人が、中日監督解任後に二軍監督となっていた、東京オリオンズへ移籍。同年は、打線の中軸として91試合に、 先発出場をするが、その後は、故障がちになり、1967年には農人が2、軍監督からヘッドコーチに昇格。シーズン途中に、戸倉勝る監督が、成績不振で休養すると農人が、チームの指揮を取ることになり、森はスタメンから外されることが多くなった。農人が監督に昇格した1968年には、 ハワイキャンプのメンバーからも外され、長田正一オーナーの説得も振り切り、同年限りで現役を引退。引退後は旅行代理店の経営に携わっていたが、1969年に田中義雄の誘いにより、世界規模のリーグ戦、グローバルリーグという国際的な野球リーグへの参加を表明。日本チーム、ハポンデトキオの選手権人監督に就任し、 精力的に練習に加わって、選手のレベルアップに尽くす。チームは、好調なスタートを切り、ベネズエラカラカスを中心に転戦を続けたが、リーグそのものが開幕から1ヶ月で、資金難から飛んだ半年後には、帰国を余儀なくされた。帰国後は、東京12チャンネル解説者を務めた後、会社経営者として、実業界でも活躍。 1994年からは、社団法人、全国野球振興会会員となり、2001年3月に、理事、2005年4月から、常務理事、2007年4月から4期にわたり、副理事長を務めた後、2011年5月より、黒江幸信に代わって、理事長に就任。同年には、財団法人日本プロスポーツ協会の理事にも就任。プロ野球マスターズリーグ、 名古屋パチジュー D サーズの選手としても活躍していたこともあった。2014年2月6日午前8時52分、肝細胞がんのため、東京都文京区の日本医科大学附属病院で死去。78歳没。ありがとうございます。